鈴木康弘は、日本の実業家。デジタルシフトウェーブ社長、日本オムニチャンネル協会会長、SBI ホールディングス取締役、情報経営イノベーション専門職大学長客員、教授。セブン &IHD を率いた、鈴木敏文の次男として、東京都に生まれる。武蔵工業大学卒業後、富士通に入社。システムエンジニアとして勤務。その後、 ソフトバンクに転職。電子商取引事業の立ち上げに携わり、1999年には、同社、セブンイレブン、東藩、ヤフーとの合弁会社であるネット書籍販売会社員、ショッピングブックスの社長に就任。セブン &iHD 執行役員を経て、2014年3月には、セブン &iHD におけるネットショッピング事業の再編に伴い、セブン iNet メディア社長に就任したほか、同12月には、セブン &iHD の CIO に抜擢される。2015年5月、セブン &iHD 取締役に就任。HD 内のリアル店舗とネット販売を融合する取り組みであるオムニチャンネル戦略の指揮を取る。セブン &iHD 会長兼 CEO だった父親の歳踏が2016年4月に辞任を。 表明同年12月30日をもって、安弘も自身からの申し出によって、セブン &IHD 取締役から退いた。2017年3月1日、IT コンサルティング会社、デジタルシフトウェーブを立ち上げ、社長に就任する。ありがとうございます。